夏むすび。水引きの順番と端を揃えます。水引きをしごきます。淡路結びをします。両サイドも輪を広げて、左の水引きをくるっと回して、淡路結びとの間に挟みます。挟んだところが外れないように注意しながら、右の水引きもくるっと回して、淡路結びとの間に挟みます。外れてしまって困った時はクリップなので固定すると安心です。水引きの順番も揃えておいてください。挟んだところを押さえながら、右の水引きを上にして、3箇所に通します。端の方を持って下から出して、上から通し、下から出します。反対側も同じように3箇所に通します。端の方を持って上から通し、下から出します。上から通します。形を整えます。整え方にはコツやロジックがあるのですか？それは次にアップする絞り方の動画で解説します。ざっくり言うと、椿結びと常用淡路結びから絞ります。グーとたどって絞ることで、迷わずゴールに進むことができます。左右対称になっていくか確認します。夏結びの完成です。ありがとうございました。